はい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってます。今日も始まりたいと思いますけど、今日のネタ、今日はですね、インド式算数っていうのがあるんですね。まあ日本で有名なクモン式ね、暗算ができるクモン式とか、それからメソッドゴースト、暗算っていうのがありますね。それから今度最近これ新聞見たんですけど、インド式算数っていうのはもう何年、まあ、前からあるんですけど、まあ確かにインドっていうのは IT 立国として有名で、非常に計算が早いって言われておるんですけど、そのインドっていうのは2桁の数字が簡単に暗算で覚えれるっていうんですね。まあどういうものかなというのは、まあ例えば2桁15×17っていうのが、もうインドの子供はパッとこうすぐ計算できるという、ね、日本の人だったらなかなかこう頭の中できないんですけど、まず15の後ろ、15×17 ですから、15の後ろの数の1の位の7を足す。15を足す7、これ22ですね。それから1の位同士をかける。5×7、これ35ですね。1の答えに10をかけるということは、15足す7に10かけて220。そして2と3の答えを足す。220足す5×7だったら35。220足す、255は、ごめんなさい、220足す35は255ですから、15×17は255なんですね。ちょっと今早口で言ったんで分かりにくいかもしれないですけど、まあ簡単にこう日本やったらこう上下からこう書きてってするんですけど、もっと簡単にできる方法があるとか、これまた計算の仕方変えておきますんでね。インド式をそれ日本これしたらいいと思うんですけどね、簡単に覚えれるような感じがしますけど、もっとこう学校とかが頭を柔らかくしてこのやり方をどんどんやってるのかもしれませんけどね、私は知らなかっただけかもしれない。インド式算数っていうのはね、あらそうで、今日はまずはこれ知ってますわ。インド式算数のご紹介でございました。どうも、前岩目メソッドゴースト暗算のそういうのやりましたわ、ということでございます。松尾修造これ知ってます。どうもありがとうございました。失礼します。3発行こう。